今回皆様役名に鳥の名前がついているということで、自分の役名の鳥の絵を描いていただき、その絵を持ってフォトセッションを行わせていただければと思います。皆さんせーのでお出しください。せーの、ドン。おやばい人いる、やばい人いる。まず主演の七尾さん、はい、タイトルまでここにタカ書きました。てか、まあ、ここに書いてあったの丸写しなんですけど、はい、ほんまや。いやでも上手。いやでもすごいっすよ。ハトは平和の象徴じゃないですか。はい、これピースマーク。ああ、ほんとだ。ほなみさんそれ触れずにはいられない。これすごくないですか。一筆書きみたいな感じですか。ほなみさん絶対みんなから、絶対それ絶対ほなみさんですよ。いやだってみんなそんな上手いと思わなかった。私は全力ですよ。なんだっけ、なんだっけ、うです。あ、なんかそうだ、うだ、うって見たことあるないよね、それね。さっき台本にね、あのシルエットが、メインがいるというんですか、ごとにこう書いてあるんですよね、みんながそれぞれ、はいはい、でさっきアスカ君にシルエット見せてもらったんです。シルエットは完全これなんですか。違う違う、全然違いますよ。あのびっくりした。え、完全に違う、全然違う。鳥じゃない。そうですよ。鳥ですよ。多分さ、そこの四角いのとかさ、あの多分さ、あれ箱に乗ってるんですよ。箱に乗ってるシルエットなんですよ。箱に乗っちゃった。箱も一緒に鳥の一部だと思ってこれ頭入ったんです。そういうこと。そういうこと。箱に乗ってる。乗ってますね、確かに。乗ってるよ。なんで箱に乗せるんですか。